はい、うわあ、すごいね。鳥の卵や。え、でかいんじゃないかこれ。2年間待ってよかったっすね。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがミンチさんです。平岡、平岡さんか。ミンチ、あ、そうか。え、平岡ミンチです。シンジ、あ、シンジか。やっちゃったか。どんな名前してんのミンチって。マジか。親どうなってんねん。え、なんか人生ぐちゃぐちゃになるのを祈ってみたいな。どんな祈り方。ぐちゃぐちゃにならないような綺麗な人生が良かったです。あ、ぐちゃぐちゃになってそうですね。はい、え、平岡さん一緒に伝説作っていこう。シンジくー。今日ちょっと下のトロ船見てもらったら、何か思うと。でかい。でかいトロ船です。でかいですね。でかトロ船です。はい、このでかいトロ船があるということは、はい、もうとある作業以外動画では登場しないんじゃないかなっていうトロ船なんですけど、まあこのサイズのトロ船といえばもう、うん、まあそれしかないでしょう。わかりますか。はい、なんでしょう。トロ船使って日本脱出してみたー。そんなわけないでしょ。さすがに浮かないんで、これは。すいません。はい。いけるかな？いけないわ。無理か。いけないわ。それではないですけど、まあ、ただ、クワカブの部屋の中で言うと、はい。異彩を放ってる企画です。なんでしょう？特大ケースで多頭飼育しているヘラクレスオオカブと確認する。うわー、なんでしょう？特大ケース系ね。そう、そう。特大ケース。はい。これ、前回、平岡さんでしたよね。そうだと思います。はい。はい、中で、ようやく、うん。浮かしてきた子たちがいたわけじゃないですか。はいはいはい。一回衣装ケース100リットルの衣装ケースで、何匹だったかな、結果的には多分オスとメス合わせて10匹ぐらい入れてて、でメスが最初に浮かしてきて、そうですね、はい、で、オスのまあサナギの部屋も取り出すことができ、はいはい、それがね無事に、この間浮かしてきまして、はい、それもすごい楽しい、いやすごいね、ワクワクする動画になったんですけど、うん、それの中でオスがね何匹か、はい、まだサナギになったオスがいる中で幼虫だった子っていうのが確か4匹いました。いましたよね。ええ、でしかもめちゃくちゃ大きくなってるぞ。いやそうですよ。いう状態で、ええ、そこからずっと放置してるんで、はいはい、でこの家がねちょっともうそろそろお引っ越しっていうタイミングなんで、うん、ここで、まあ、できれば羽化するまでここを放置しときたかったんですけど、はい、はいはい、羽化してるか微妙なタイミングですけど一旦確認しときたい。なるほど。ということです。どうなってるか。そうですね、羽化してるか、まあ、サナギになってるか、うん、まあそのサナギの部屋は作ってるんじゃないかなとは予想してるんですけど。なるほどね。うん、ただまあ羽化まで行ってくれてるかどうかっていうのがそこですね、ちょっと分かんないんで、はい、まあ、これより前のねこのシリーズぜひ見てもらえたら嬉しいんですけど。そうですね、はい、まあ一回出してみないとちょっと分かんない、分かんない部分があるんで、ちょっと思い出しながらになると思うんで、はい、ええ、はい、一回出しましょう。お願いします。はい、なんでこのトロ船は一回ちょっと下げてもらって、はい、ちょっとね、今膝痛めてて。そう、膝がね、なんか膝小僧が死んだらしい。そんなことないです。今、生まれました。生まれた、はい、生まれたばかりの膝小僧だよね、はい、なんで、一度出します。はい、こちらです。はい、はい、こちらです。逆こちらです。逆こちらです。逆逆逆逆逆ギャルビーンズ。あ、ギャルか。ギャルでした。最後はギャルでしたね。はい、あ、これこれか。こちらでかすぎて確かに分かんなかったですけど、これです。虫が入ってるとは思えない。確かにね、これはでかいよ、はい、しかも4匹だけってすごいですよね。いや贅沢です。あ、それでも全然なくはないぐらいやっぱでかいんで、ヘラクレスオオカブですよ、うん、そうです。ちなみにヘラクレスです。はい、これね多分どっかのシリーズのタイミングのやつがちょくちょく再生されて、はい、今現在40万再生ぐらいいってると思うんで、はい、まあ、注目度はやっぱ高いのかな。やっぱね、まあ、ちょっと異質な感じですからね、はい、そうですね。これをついにちょっと様子を確認したいっていうところなんですけど、一応最終交換が9月2日。もう3ヶ月半前。あー、まあ、まだ3ヶ月半か。どうでしょうか。だからマットを足して、うん、すぐサナギになってくれてたら、まあね、浮かしてる可能性はなくはないけど、
まあでも周りはさなぎになって浮かしてっていう子もいたわけですからね。まあそうですね。うん。まあ、ちょっとわかんないな。まあ幼虫だったとしても体重が一体どんぐらいになってるかみたいな。うん、確かにそこは楽しみあるんでね。ありますね。書いてはないのかな？あ、書いてはないか。でも 150g 近い。ね。子がワンサカいたって感じになってたんで、すごかったからね、うん、だからまあそこら辺含めちょっと確認してみましょう。行きましょう。よし、はい、これで準備しました、はい、後ろにトロ舟で、はい、前にケースって感じで、うん、はい、で、こっちにどんどん土を捨てていかないといけないんで。そうですね、はい、うん、で、これ幼虫だった場合は今回はマット交換せず、はい、一つ土抜きます。多分近々持っていかないといけないんで。そうね、うん、ちょっと逆に重すぎると運ぶときに大変なので、ええ、はいはい、まあ、幼虫が大丈夫なぐらいの、まあ、土の量にだけしといて、はい、運びやすい状態にしてあっちについてから土は足そうと思うので、うん、なるほど。なんで幼虫だった場合は抜いて、はい、でさなぎだった場合もまあどっちにしろ抜くって感じですね。なるほどね、はい、で、はい、まあ、あとはまあその場次第って感じになるんで、はいはい、ちょっとどうなんですかね。いやー、うん、ちょっとね想像つかないんです、うん、だからまあ前回で言うと幼虫が予想以上にめちゃくちゃ大きくなってたんで、すごかったかマジで。いや本当すごかったですよね、うん、そうだから結構もう4匹でパツパツみたいな状態というか、うん、はいはいはい、置いててその広いって感じないぐらいの大きさになってて、うん、このクワカブの部屋界隈ではね、特大衣装ケース多頭飼育外最強説みたいなのが若干浮上してるみたいな、うん、そんな感じになってる感じにはなってるんですけど、はい、まあ一部の盛り上がりでね、一部でね、はい、これでちょっとサナギの姿が見れたら、羽化してたらもちろん最高ですけど、サナギの姿全貌だけでも見れたら、ね、確かにね嬉しいなとは思うんで、はいはい、行きましょうか。行きましょう。よし、じゃあもうこれでやっていきますんで、はい、やっていきましょう。まずはどんな感じなのか。そうっすね、そこですよ。ちょっと僕こっちから撮る感じになる。そうね、このまま開けますね。はい、まず上どんな感じか。はい、行きます。こちら、はい、おわー、おうんちはコロッコロの。あー、でも上までフンしてますね。うん、で、へこんでるところもちょっとありますよ。そうですね、ここら辺だいぶへこんでるんで、やっぱ引きずり込んでね、さなぎの部屋を作ってる感じはしますね。まんべんなくって感じじゃないんでね。いやーすごい、このね、かなり大きなうんちもだいぶでかいですよ。コロコロとかなり大きいよこれ。こんな相当大きいですよこれ。普通にクワガタのメスぐらいありますからね。いやー日本のね、確かにそれぐらいはあるね。マジで。ちょっとじゃあ削っていきましょう。さあ、ここが多分ここの土を持ってってって感じなんで、うん、多分ここら辺、うん、ここ一階にいるんじゃないかなっていうイメージ。ちょっと優しくね、はい、上っ面をまず。これはすごい楽しみでしたからね。いや前回がまあやっぱすごかったから。そうっすね、マジで。うん、おー、筋トレもね、したりして腕立てかな、時期は2021年、おー、腕立てしてる11月。あ、2021年の11月です。2年1ヶ月。2年1ヶ月ですね。じっくりと、はい、だいぶかかってますね。やっぱ、まあ、作業がね、ちょっとね、単純に下に置かないといけなくて、あ、温度帯ってことかね、うん、低いっていうのはあると思います。はいはいはい、通常の場所で言うと22度前後ぐらいなんですけど、はいはい、下はやっぱ20度だったり20度下回る時あるんでね。そちら硬さを感じたんじゃないか。まだです。まだですよ。穴が開いたね。ここは来ましたね、はい、ここら辺あるかもない。あるかもね。さあ、すごいね。でもすごい風ですね、マジで。うんちの壁やな。いや、ほんとっすね。平子さん、うんちの壁作ったのいつ頃ですか？作ったことないわ。あ、ないのか。そう、みんな、必修科目じゃないから、うんちの壁って。そんでそんで苦手かもただ言えること、別のもの苦手かも全然僕の方映してもいいですからね。僕も整体なんで。やんまね、青いな。いや、いいでしょ、それは。青いね。少なくない俺の時間。いや、そういいな。今気になる、いきなり出てくる可能性あるからさ。そっちや。いや、でもまだ大丈夫ですよ。
本当に、はい、まだもうちょっと映していいですよ。ちょっと映してみて、はい、いや映したら意外となんか喋んないよ、ね、シャイで誰いねんな、そこいやいや、マジで嫌じゃないですか。マジで嫌いになってるそこもってことは他にもある、他あるもんな。あでも結構、まあ意外とうん、そこの方というかね、そうですね、でもやっぱあの幼虫が潜んでる感じはないんで、まあまだそうね、分かんない、幼虫じゃなさそうだな。ああ確かにね、はい、もうさなぎであるかもしかしたらっていうことね、うん、全容かさなぎか、うん、成虫かですけど、うん、9月でしょ、まあ、ちょっとなさそうな気がするけどな。9月ですぐサナギの部屋作り始めたとしてもサイズ感的にサナギの期間がやっぱ1ヶ月半ぐらいはあると思うんで、そう考えたらって考えたらサナギだと思うんですよね。まあまあサナギやろうな、うん、浮かしてるのはないやろな。あったぞ、ここ硬いわ。あ、本当ですね、確実にそこありますよ、一つありますね。ちょっと青くなったほうが、うん、青くなったほうが出たのか、はい、あー青くなりました。すごっ、なんもなかったです。なんもないかい、青くなってからやってもんな。これとかすごいけどね、この穴、これすごいですね、ここ引きずり込んだ、引きずり込んでそんな穴になってるわけもんね。あ、ちっちゃくなった。そう、ちっちゃいやつも、うん、ここも硬い。そこ硬いよね、はい、ひとまず全貌見つけたいんで。化石発掘やな、ほんとっすね、ちょっとトレジャー班とかありますね。あるよ、ひとまずできるだけ削っていきましょう。はいはい、さあこれ、おお、ちょっと緊張感ありますね。緊張感あるよ、どの状態なのか分かんないからね、まだ。確かに、ひとまず1個、はい、1つ、ここもぽいんですよね。ここもぽいね、あまあ確定じゃないかな、そうですね。ここはで、ここもね、ちょっと硬さあるんですよ、あるよね。これが単純な泥の硬さなのか、いや、ちょっとなんかありやってそうな気もするしな。ここはまず確定ですね、ここは確定、うん、なんで一旦こっちを触れずに。大きいけどね、でかいっすね、うん、洋室だとすれば、こっからここって感じになってますからね、でっかめに。やっぱこう、それのメリットはあるのかもね、そういう、はいはい、でっかい子が出てやすいのはやっぱこれだけのスペースがあるからっていうのも、まあ、そうですね、その、うん、餌に困ってないっていうのだったり、はいはい、結構まあいろんな種類でもあるんですけど、うん、こう糞が多いと、まあ、バクテリアもその分活発になるというか増えるんで、はいはい、そのバクテリアと新鮮な土が混ざった、うん、栄養価の高い土を食べることで育ちやすくなったりとか、なるほどね、っていうのがあったりするんで、そういうなんかいい要素みたいなのがうまいこと掛け合わさったのかもしれないですね。なるほどなるほど、おお、すごいすごい、あ、ここ硬い部分ね。いや、そうですね、だいぶ硬いですよ。うん、山になってますよ。これどうだ、ここも硬い気はするんですけど。あ、確かに雰囲気はありますよ、うん、そこも。だとすれば、まあ、4つこう、こう。確かに、こことここと。で、こう、あー、ぼやけてね。ぼやけちゃダメですけど。マー君、神の子、不思議な子。なぼやき、ノムさんのぼやきね。あれもすごく毎日やってたもんな。いや、大変ですよね。でもああいうの好きらしい。あ、好きやったっぽい。じゃあじゃあじゃあ、うん、しゃべるのね、まあ、ここは間違いないです。ここ間違いないですね、はい、この山は。ここはもう命の鼓動を感じます。うん、確かにね、うごめきはないけども、うん、まあ、投資はできないんでね。ここもぽいけどね。ここもそうっすね、ぽいよね、うん、ただここのね、へこみがちょっとあったから、なんだろうね、ちょっとね、謎です、ここの硬さは。わかんないですね。ここも、もいいよな。うん、いや、でも硬いわ。やっぱそうやな、うん、明らかにちょっと違うもんね。さなぎの空間、うん、特有の硬さみたいな感じるな。うんうん、ここもね、ここは掘れるんですけど、ここはやっぱ掘れないんで、うん、ってなってくるとなんだこれ
めっちゃ長いぞ。長いね。ここ2つっすかね。2つこう並んでんじゃないかな、うん、シェアしてる可能性、ルームシェアの可能性もあるじゃん。あ、ここでっかいけどね。いや、こいつがなんか異様にでかい気がする。でかいよね。こいつちょっとだとすれば狭い感じ。いや、ちょっと心配ですね。心配ではある。でも今んとこやっぱ幼虫出ないってことは、まあそうね、やっぱまあ全員全容サナギ、はい、サナギの空間は作ってそう。すごい、こういう土も見てください。うわ、もう結構という間に、あ、すごいね。単純に 10袋分の土が入ってるわけですからね。確かにそう考えたら相当な量ですね。この土たちだけで1万円はかかってるわけですから。うわ、単純にね、すごい。そう考えたらすごいですよね。ご飯食えますね。そうですね、1万円あったら何食べたいですか、平岡さん。1万円あったらペヤングかな。いや、どうなってんだよ。え、ドバイのペヤングってこと。ドバイのペヤングじゃない金でできてる。いや、なんかもう物価高すぎるでしょ。すごい値段か。ペヤングではないか、焼肉食いたいかな。あ、でも確かに焼肉1万円分は十分に食えますね。食べたいですね。あ、お腹減ってきたかも。めっちゃ単純じゃないですか、さあ、でも土が、あー、すごい掘り起こしてここがちょっと分かんないな。分からんね、形がちょっと分かんないな、はい、狭いなと思っちゃう。そうっすね、もしかしたら斜めにガツッとできてる可能性はありますけど、こいつこいつやばい、やばいね、一等地やな。いや、これ綺麗に撮りたいな。確かにね。ここ繋がってんのかな。なんだこれ。なんか2個って感じで並んで2個やろうね。ね、多分そうなんですけどね。うん、さあ綺麗にね、こう柔らかい掘れる部分だけをこう力を入れずにこうね、そうですね、削ってってみますか。はい、全然硬いわ。硬いから間違いはないですね。うん。ことが全然掘れるんで、やっぱもう全然違うんですよ。ほんと硬くなるからね。そうですね、マジでマジですよ別に例えないですよマジですかマジで硬いって。だいぶ掘り進めましたよ。だいぶ来たね。どうですか、僕足りてなくないですか。一回移そっか、はい、喋らへんねんな。カメラ映すとか慣れろよ。いやいや4年だろ。いやだからまあ僕が喋ってる時に僕に向ければいいんじゃないかなと思いますけどね、カメラマンも。いや、黙っちゃうねんな黙っちゃうねんな。最近どう。うん、調子いいっすよ。いや、こいつ、はい、向いてないよ、やめろよ。え、なんかいいこと、最近なんかいいことなかったの。まあでも普通かな。うん、え、なんか、まあ、給料日あったとか。ああ、今月、うん、あ、誕生日でもあったみたいな。ああ、うん、まあまあでももう子供じゃないしね。おもんなこいつ。え、これはもう間違いないですね。こことここと。ここはまず。絶対そう、うん、多分こことここって感じだと思うんですけど、そうですね、まあ、まあ四隅っていう感じになるのかな、うん、こいつは明らかにいい感じで作れてるかな。いや、こいつはすごいね、うん、大きいね。でもこう見ると意外と4匹きついのかもって思っちゃいますけどね。ぐらいやね、うん、同じやっぱ高さに作ってるね。同じぐらいの高さ。まあそうですね、工程ではこうないよね、上下で。確かに、あ、ここ削れるわ。そこはまだちょっと違うのかな。ああ、確かに。でもまあ硬いね。でも硬い、硬いです。あ、全然違うとこ映ってる。やばい、4年目こっち映ってる。具志堅しかやっちゃダメなんで、具志堅の特権なんで。さあ、まあ、これはもう完全にそうですよ。いや、そうっすね。すごっ、すごいね。でも、お、そこが見えました。そこまで見えましたよ初めて喋りましたよだとしたらすごいよ。あ、でもここかな、多分掘り出したいけど、はい、あ、でも全然掘れるわ。あそこは、だから間はね、しっかりある、ね、
だとしたら細い気するけど、こいつら細長いねって横幅は狭くてもだからまっすぐ、うん、だからもう4匹全員こう伸び伸びとサナギの部屋作れるかなみたいな、うん、思ったんですけど意外と狭いのかもな。ねえ、そう考えたら狭いのかな。まあなんかうまいこと作れなかったっていうのが正しいかもしれないですけど、うん、4匹できるスペースはあるんでね、うん、ここもそこが見えました。はいはいはい。でもまあ果たしてでもまあわかんない、意外とみんなうまく器用に作ってる可能性もあるからね。まあそうですね、まあ、これで角曲がっちゃったらねちょっとあれ悲しいですけどね、うまく作ってたらしいけどね、うん。いや結構大変なんですよこれそのまあ俺がやったことなんですけど大変だろうね。まだだいぶだいぶ減ってきました。いやすごい量ですよ、見てくださいこの量の土。伝説のスコップみたいになってます。あーえいやいやいや、ちょめっちゃ興味ないじゃんこいつ伝説え、これ伝説スコップなんや。いやもう遅いです処刑が決まりましたやばい終わっちゃった。ああでもこいつはすごい、うん、こいつはまあそうですね、ちょっと盤石な盤石ですね、うん、あでもすごいね、すごいよ、うん、あ意外とスコップまだ通るか、下の方は違うのかな。でも高さ、え、これでかないか、マジででかい気する。一番でかそうな雰囲気はあるね。そうですね、こいつがどうなってんのっていう形がちょっとわからない、うん、ここが削れないんですよねでもだから形がわからんね。でもここも削れないんで、そうだね、だいぶでもこうだとは思うんですけどね、はいはいはい、削れるわここ。あ、ここ違うぞ多分。あ、おお、違くなかった。なんか、あ、見えた。見えました。さなぎです。見えたぞ。出てきた。ここ違うと思うんでって言った瞬間でした。出てきた。何も分かってない。出てきたぞ。でも、え、ま、どういう形どうなってんの？これね。え、こうってこと？こうっすかね。っていうことじゃない？これが。曲がったりしてないから、ここが違うってことか。あ、そうだね、あ、ここか。すごい形で作ってるね。ほんとっすね。いや、こいつがでかすぎるわこいつちょっとやばいよ、ね、みんな 1LDK ぐらいでみんな 4つ作ろうって言ったら、確かに1人だけ 5LDK ぐらい確かに先に作っちゃってね。こいつが先に言ってそうですけどね。確かに。みんなでワンエルの部屋にしようなみたいな。言ってワンエルワンエルワンエル作ったら、こいつだけ5L 作って。作っちゃってね。みんなスペース。はい。やばいやつ。ってことはやばいやつですね。でっかくあるべきやつ。ってことはこうか。じゃあだいぶ狭い気するな。まあね、でもそんなこともないのかな。でかいけどね。まあ、でかいな、手のひら超えてはいますもんね、うん、いや、こいつが異常やね。確かに、ここもちょっとくっきりだけさしてる、ね、そうね、ここは分かれてるよね、はい、確実にやっぱこの4つか。そうですね。あー、でもよく掘り出したな。いや、すごい、また手だな。また手で、また多分これですよ、ね、そうやね、そこは分かれてる、うん、冷たい、あと土が、うん、あは冷たい、下の方だよもんね、土も、はい、おお、あ、でもこいつはでかいけどね。こいつはこうかな、で、こいつはこうで、はい、こいつがこうって感じ。そうですね、こいつがやばいっすね。やばいっすね。あ、でもちょっとずつ削れはしてるな。あ、いやでもすごいね、恐竜の卵や、本当にこれマジで恐竜の卵っすね。すごいよ、結構大型の恐竜と思うじゃないですか。だってこれ明らかでかいですからね。でかい。まあでも恐竜としては大型ではないかもな。見たことあるもん。大型の恐竜と。これマジすごいよね。これすごいですね。ああでもすごいわ。しっかりくっきり形が分かれた。すごい。うわ。すごいって言ってる。ミモリ取っとくか。一番いらないだろ。サムネを撮ってると。
これすごいよ。でかさ伝わる？うん。眉玉。でかっ。でかいよこれ。ああ、この感じた。ちょっとこいつ外してみるか。外せるかな。外れる。外れるわ。うわ。ちょっと緊張感。緊張感あるぞ。ちょっと外しますね。失礼しちゃって。失礼します。あ、すごいすごい。あ、し、あ、すごいすごいすごい。すごいすごいすごいって言ってる。綺麗に。でかっ。えぐい。えぐい。伝わるこれ。これ。これ伝わる？これやばい。これやばい。これやばい。これ、そう、画面に近づけてとかじゃないですからね。でかっ。これやばい。これ伝わるかな？これすごい。でかっ。え、これバケコンマじゃないですか、マジで。え、大丈夫か、それ。うわ、すごいね、これは。やばい。1個。ただ、みんな孵化してなさ、孵化してなさそうですね。はい。ひとまず言えるのは。ちょっとじゃあみんなの全貌を明らかにしましょうか。いや、しましょう。いや、すごいスペース使ったな、こいつ。すごいっすね。ちょっと他の子は取り出せないと思うんで。はいはい。一応試してみる？こいつはいけんじゃない？あー、でもよかった。あ、いけるわ。あ、いけるわ。おお。開いてない？あ、開いてない。いけない。開いてない。開いてない。開いてないね。おお。あ、でもでかいよね。あ、でかいでかい。こいつもでかい。でかいけど、もう明らか全然違う。もさっきのやつがやばすぎんだよね。やばすぎるわ。うん。あ、マジで、なんか恐竜の卵回収してるみたいになってますね。すごいよね。親恐竜にバレないうちに。ははは。襲われんけどな、俺ら。行かれますよ、完全に。これは、これちょっときついかな。これどうなって、あ、でも効果やっぱ斜めっすね。そうね。そうね、そうね。あ、でもなんかな、ちょっと開いてるわ。え、あ、お尻が開いてるのか、うん、これはこのままにしましょうか。はいはいはい。おー、すごいすごいすごい。さあ、もうこんな感じになりましたね、はい、2つ、ここにあったのとここにあったのを外して。だってこのスコット入りますよ、多分この土の中に。いや、すごいですよ、マジでかいから。こっちの方でも入るぐらい、ね、ああ、でもそうですね。こう見たらでも全然変わりますね。ああ、でっけえな。すごい。ああ、でっかい。じゃあこれも上削りましょう。はい、どうですよ。多分サナギですね。まあそうでしょうね、うん、おそらく。さあ、もうサナギですね。サナギ。うん。あ、でも結構お立派な感じの。お、結構でかそう。立派なね。おお、でかそうだけど。あ、え、でかそうじゃん。でかくないか。でかそうですね。でかそう、普通に。でかそうだけどね。これ、まあ一旦全部サナギかチェックしましょうか。はい。まあこの子もサナギですからね。はい、ちょっとだけ。どうなってるんだろう。こいつのサナギの部屋だけなんか形変やね。ここもここサナギの土じゃないけど固まってるって感じですか。うん、固めたのかな。大きめに固めましたね、うん、横使えないからもう縦に行ったれみたいな、3階建てにしたみたいな。あー、なるほどね、横幅狭めで、はい、こいつなんかこことこ、うん、ここ、こっちが頭みたいに見えますけどね。いや、そうや、作り的にはここにでも頭あるんですね。足ってなんじゃん、こわ。めっちゃ太い足作ったじゃん。ちょっとじゃあ開けてみましょう。ちょっと軽く、え、でも太い。いや、太いよ。でかそう。え、でかそう。でかそう。あ、下に結構こう、行ってんやろ。めちゃくちゃ斜めに作ってるんですね。斜めに作ってるわ。ちょっと待って、ちょっと土が。おー、太いよ。太いわ。あ、でかそうだな。でかそう。えぐいね。これでかそうじゃん。こいつもやばそうっすね。うん。このスペースでこれでかいの。どうなるんだ、マジで。え、でも意外と綺麗に。いや、そうですね。曲がってないよ。こいつちょっと、こいつ一番心配だったんですけど、ちょっとやっぱサイズが、ケースのサイズが広すぎて錯覚を起こしてますね。いや、そうや。ちっちゃいって。でかい、ね。でかいんだ。これでかそうやで。で、こいつもでかそうやし。これもちょっと、これ中ぐらいのやつですね。そうね、一応2番手。はい。これもちょっと全貌を見てみましょう。はい。どこがどうなの。多分こっちだと思うんですよ。この状態でひっついてたんで。はいはい。こっちがちょっと上がってたからこっちだと思うんですけど、すごい緊張するな。緊張するね。おお、入った。入ったぞ。あ、角や。おお。
あ、あ、でもでかいじゃん。え、でかいぞ。でかいぞ。お、うん、でかすね。でかそうじゃん。でかそう。でかいです。ずっとでかそうなんだけど。わ、でかいわ。え、でかいんじゃないか、これ。これでかいわ。てか、全部でかい。全部でかいっすね。前回の動画見直さないとな。体重どんぐらいだったかな。でも150超えてたりしませんでした。いや、150超えてたよ。みんな150超える超えないぐらいでしたよね。そう。え、これ今すごいよ。これすごいですね。あ、これえぐい。わ、すごすごいね。しかもでかいっすからね。なんか赤ちゃんがあのタオルにくるまってるあれみたい。顔だけ出てる、ね、顔だけ出てるみたいな。こいつなんだ。これじゃあどうなるんかな。こいつやばい。どうなってんのこいつ。でもこんな逆にさ、はい、でもこれだけ固めたらもう相当体力使うんじゃない。確かに。これ逆にのパターンあるかな。逆にのパターンあるよ。だってこいつら前回のさなぎだったオスたちって、うん、あのいわゆる僕がヘラクレス管理してる小林入浴制ケースっていう、はいはい、まあ手の上に乗るぐらいのこんな感じのぐらいのケースに収まったんですよ。はいはい。もうこいつら確実に収まんないですからね。収まんないよね。こいつなんてマジでどう考えても収まんない。確かにワンサイズ上でも収まるか微妙なぐらい。だって入れとこの横幅ぐらいあるよね。そうっすね。入れとこ入んないんじゃないかな。これ入らんよな、うん、このまま入れようと思っても。ちょっとじゃあ上行ってみましょうか。ちょっと行きましょう。こっちだと思うんでね、頭。さあ慎重に。結構やっぱ固めてはいるよね。だいぶ分厚いわ。でも分厚いね。だから、はい、厚めに作っちゃってね。あ、来た。あ、来たか。開いてるな、これ。いきますよ。お、開いた。うわ、あ、なんか角見えるぞ。見える。うっすら。ほら、見えないわ。見えないんかい。俺の肉眼では見えました。ちょっと開けてみましょう。おお、はい、うわうわ、あー、うまい。雰囲気あるぞ、こいつ。見えないな、奥が。長すぎて、角長いくないか。うわ、これやばいかも。意外と下の方は、だから、あ、まあそうっすね、うん、結構、なんか二段ベッドの二段目みたいな感じになってますね。そうね。これ、俺ら、うん、とんでもない島に漂流したかもしれないです。確かに化け物だ。俺たち終わるやろ。こいつらで終わればくるやろ。うわ、すごいよ。大集結。やばいね。これ悩むな、ちょっと。見てえな。見たいけど、なさなぎを。見てえよな。怖さもあるけど。怖さもあるけど。見てえなっていう気持ちもめっちゃあるよな。いや、でも意外と、はい、こいつらもちゃんとでかそうやねんな。マジでそうっすね。ちょっと一旦頑張ってはみますか。これでもすごいよ。とりあえず、うん、この子出してみます。確かに、うん、どうなってんだよ。形が分かんないからね。あ、でもこいつが一番掘れてるか。おお、でも太いっすね。太いよ。あ、横になってるな。どんぐらい、半分、半分だったら。おー、出てきた、出てきた。太いよ。すごい太いっすね。うわー、これまぶしいやちょっとまあこれはさすがに見たいからな、視聴者の方的にもね。まあワクワクはするかもしれないけど、角残りだったら、うん、これぐいよ。でかいんじゃない。そうですね、ちょっとだけ、うん、カメラどいてもらっていいですか。今僕は YouTuber じゃないです。探検家、発掘家や、こいつは。よりちょっと安全に。そうね、この角度がね、そう、ぶつかりそうなんですよ。ぶつかりそうやるな。ちょっと危ないからね。ちょっと無理だったらもうやめます。もうやめよう。もう無理はしないでね、はい、すごいすごいすごい。ちょっと頑張って写しといてください。はいはい。スクショだけ。あ、超出撃みたいな。うわ、でかい。でかい気がする。おお、でも、あ、でかいわ。でかいね、やっぱり。あ、でかいでかいでかい。多分一番おそらく窮屈なさなぎのスペースやけど、でかいよ。でかっ。だって手のひらぐらい20近くありますからね。あ、やっぱ16160160は硬そう。
うわ、だから一番むずいポジションで作った方が確かにそうやからな。だからこいつ器用にやっぱスペースない分斜めにうまいこと、ね、斜めに作ったね。だからやっぱすごいですね、賢いですね。見えないようにこう上というよりは下に掘ってね、うん、底面から見たらこれなんか見えてたかもね。あ、確かにこいつはそうかもしれないですね。それはいずれわかるって感じかな、うん、覚えてたらですけど。あ、覚えてない、はい、こいつが一番ちっちゃいかな、もしかしたら。もしかしたら、いやでもこいつ太いよ、角太いですね、うん、だから逆に角に持ってかれたみたいな。まあ確かにな、でもいや分からんぞ。いや確かに分かんないですけど、でかいぞこれ。でもまあ様子の感じからするとそうやね、おそらく一番確かにちっこいかも、うん、なちょっと出してみましょう。ちょっとだけシャツ、こいつもむずいな。むずいね、手前が引けないからね、はい、まあ、無理だったらやめますね。でも幸いさなぎ成り立てとかではないんで。そうね、いやでかいじゃん。お、意外とすごい。お、でかいよ。おお、でけえ。結構でかいやん、全然さっきよりでかいわ。え、待って、でかいぞ。あ、あ、でかいでかい、さっきのよりでかいって。意外と長かったですね。長いわ、でかくないかこいつ。形も綺麗、こいつ170あんじゃない。いや、マジでなんか下手したら170連発みたいなのあるでしょ、ね、でっかいな、そいつでかいっす。あ、でっかいわ、長っ、角長いっすね。でもこいつも160は硬いんじゃない。硬い、160は絶対あるわ。あ、ありがとう、ありがとう。まあ、まずいよ、それやめてくださいよ。そう、マキバオのモノマネの人みたいな。モノマネっぽかったな、はい、本物では絶対ないな。まあそうですね、マブシオンで、こいつらも行ってみるか、せっかくだしな。こいつもでかそうだけどね。いや、すごそうだけど、どうだ。うわ、うわ、でっかそう。主だよ、こんな。これやばいよ。主というか、もう四天王みたいな感じになってますね。うわー、でかいんじゃない、こいつも。ここも削っとかないと、はい、よし。いや、すごい。あ、こいつ角ちょっと細いか。そうね、先端細い気しますね。お、来た来た来た。おお、ちょっと待って、落ち着いてね。はいはいはい、アウトか。おー、でもでかい。でも体がでかいかな、こいつは。そうですね、いや、でかいわ、でかいわ。でかくない、もう何が何だか分かんなくなってきました。分からんけど、でかいですね。こいつでも先端はちょっと細いですね。そうね、さっきまでの子たち角の感じで言うと、うん、でもサイズで言えばさっきの子とちょっとちっちゃい感ぐらい、うん、やっぱ一発目の子が一番今のところちっちゃいか。ちっちゃそうですね。まあもう引け取らないですね、でみんなね。でかいけどね、すごい器用に作るな。すごいっすよね。ねえ、うわ、入りて、俺も入れてあげますよ。いや、俺の入れるサイズがないから。わー、収まりいいね。めっちゃいいじゃん。してラストちょっと見てみましょうか。意外とこいつが、いやでもでかいよこれは。いや、どうす、いやでかい、こいつこれ絶対でかいもん。分厚いっすよね、とにかく。確かにな、分厚いよ。あー、でかい。おー、すごい厚みがすごいね。厚みすごいっすね。厚みが清やな。いや、厚み清、それは俺がいたんじゃ大嫁にはいけぬ。分かっちゃいるんだ妹よ。詳しいねんな、トラさん、こいつ。意外と、はい、俺友達廊下で会ったら呼び止めてこれずっと言ってたんだよ。怖っ、怖いやつやな。登西に行きましても東に行きましても、ね、とちとちのおわ兄さんおわ姉さんに500回かけがちのある若造です。以後見苦しき面体応援しが分かりました。強行バッター引き立ってよろしく。おたのを申します。ありがとう。どんな顔したらいいね、これ言われて。はい、でもそっからなんか目合わさなくなりましたね、みんな。そりゃそうやろ、だから友達おらへんや。いるわ、7人いるわ。ああ、数えれる、いい。そんな友達がいるのはいいよね。友達だって言えるのが来ましたよ。さあ、こいつも結構斜めっすね。斜めね、下にこう、だからそうっすね、だからだいぶ長さもあるかもしれない。あるよ、だからでかいよ、こいつ。ちょっといきます。絶対でかいよ、こいつ。ちょっと無理だったらやめますね。はい、おお、
わあ、あれでも一緒ぐらいか。一緒ぐらい。いやでもでかい。でかい気はするけど。太さもあるしね、こいつ。確かに根元の。あ、でも長いわ。すごい。でっか。すごいことになりました。すごいね、みんなでかかったな。いや、160。全員160。ありそうな感じは。これでもとりあえずアベレージはやばそうですね。やばそう。下手したら70あんじゃないかってやつもいるね。確かに。いやこれすごい、まあ見れてよかったわ。わあすごい、これすごい光景だ。うん、わけわかんないけどな。いやでも2年間待ってよかったっすね。確かにね。2年前の今頃ってことは、うん、何してたんだろうな。あの時何してたっけ俺。競馬してたな。確かにこの時期有馬記念とかそうか、あるから。あ、これでもすごいわ。いやこれすごいっすね。いやどうだ、1月間に合うかな。いやどうなんやろね、うん、まあでもとりあえずみんな綺麗にさなぎになってました、うん、で、はい、曲がったりしてる子はいなく。そうですね、意外とちゃんとまっすぐで、うん、形は綺麗だったな。形綺麗でしたね。おう、それが何よりです。うまいこと作るんやね。確かにさすがですね。わかるやろな、本能でいけるかもしれないですね。だいたいこういうスペースがありますよっていうのを理解するんやろな、はい、うん、一応方向を逆にしとかないと出た時にね。あ、なるほどね。さなぎの部屋行くのも怖いんで。はいはいはい。ひとまずこんな感じで、もうね、方々にね置いてみましょう。うーん、ちょっと下、土台作っとくか。その、効果あるかは分かんないけど。はいはいはい。ひっくり返らないようにとかね、はい、いや、でかいよ。でかい。いや、すごかったな。え、でかいよね。いや、でかいっすよ。なんだっけな、僕、さなぎで測んないんでね、あれなんですけど、でも、20センチ超えると期待できるみたいな。あー、20、22センチだっけな。でも20ぐらいありそうやったね。いや、そうですね。僕のここから、ここが23センチなんで。あ、だってそっからそっかまでぐらいのやつ、いたよね。そうですね。いや、全部そんな感じだった。みんなそんぐらいあったから、160後半ぐらいにはなってくれるんじゃないかな、と思ってますけど。で、立派やなぁ。いや、これは。やっぱ本当に多頭飼育っていうのが、すごいのかね。4匹っていうのが良かったかもしれないですね。まあでもこれ以上入れる、5は厳しかったな。いやでもこれ5厳しいかもしれないですね、マジで。これ5は無理でしたね。あーすごい。いやでもこれはやってよかったですね、まだ途中ですけど、ね、いやすごい、こんな光景が見られるのはね、このならではですから。確かにこの一連の流れを見せれるっていうのはやっぱ YouTube のおかげですね。確かにね、うん、すごいわ。こんぐらい固めれば大丈夫でしょう。車が怖いな、もしこれで持ってかないとってなったら、ね、そこが心配ですよ。平子さん、ちょっと電車で行けます？いや、ごめんなさい。でもまあ車の方がまだマシか、うん、おーすごい、まあ、一旦これで、はいはいはい、これで置いときましょう。はい、こういう感じでね、はい、ちょっと固めて、おー念には念を。うわ、もうマジ何のボケもないもんな。ちょっと圧倒されすぎて。うん、すごいからな。いやこれはもう絵力が、絵力あるね。めぐいな。いやでも、もうやっぱこれ見て思うのは、はい、だから実際の現地、はいはいはい、土の中にはこんなのが、いや確かにびっしりいてって考えたら怖くない？透明に、地面を透明にしたらすごいことになる。怖いっすね。怖いよね。なんかもうこいつらが生まれてきたら人間負けるんじゃないかって思うかもしれないですね。確かにね、透明にしてみたら、うん、こんなんがうじゃうじゃいるとしたら絶対すごい数いると思うから、うん、いやすごい、すごいことになりました。すごいですよ。ひとまずこれで終了です。いやすごい、すごい。ちょっとこれ一回片します。はい、いきます、せーの、はい、はい。
ということで一旦戻しました。一旦戻しました。はい。で、まあ、この土は処分しようかなと思ってますけども。はい、結構な量の土。いや、すごいですね。はい。まあ、でも無事にとりあえず確認できて、ええ、結果的にサナギでしたけど、はいはい、逆にサナギで今回取り出せて、うん、ちょっとワクワクがこうさらに増したというか。そうね。うん、よかったです。いやー、すごいよ、はい。どうですか、平岡さんは。普通にまず無事に浮かしてほしいね。いや、ほんとそうっすね。で、あと、うん、マジで記録あるんじゃない？確かにね、僕の自己記録が171.5 で、うん、もしかしたらこいつら4匹、まあ、無事に浮かしてきてくれたら、うん、なんか172、173、174、175匹みたいな、ね、全部がなんか超えてくみたいな、ありえるよねぐらいでかく感じましたけどね。感じた、うん、うん、相当だからワクワクするような。そうっすね。いや、なんか異様な光景でしたよ。異様でしたね。うん、面白かったです。ああ、いや、良かったです。うん、だからまあ、うん、こいつらが、まあ、無事に羽化できるように、あとは、うん、そうね、うん、ただやっぱこうスペースが広い分、うん、みんな余裕持って餌食べられて、はいはい、かつ、まあ、最初10匹ぐらいここに入れてたんですけど、うんうん、そっから どんどん少なくなったり、さなぎになって、取り出したりとかした結果、4匹でやって、まあ、すくすく、だから一番こう自分の食べたい量食べれた4匹が残ってるって感じなのかなと。なるほどね。いう、まあ、僕なりの見解で、まあ、その子たちがやっぱ、まあ、スペース広い分、うん、しっかりさなぎの部屋もみんな綺麗に作れて、いや、すごいね、うん、器用にやっぱね、それぞれ自分がまっすぐなるように作ってた ね、うん、そうですね。いや、そうですね。だからやっぱ、まあ、さなぎのスペース的に横も縦もでかいやつに置けた方が安心ではあるかもしれないですけど ね、うん、そうやね、うん、その飼育スペースとか、うん、ただその分こう無駄になってしまう可能性のある土とかっていう、まあ、こっちサイドのね、まあね、金銭的な都合とかもあるから、はいはい、まあ、理想としてはやっぱちょっと大きめの、うん、僕が使ってるので言うと産卵セットに使ってるような工具箱入れみたいな、あの、そうね、はい、ST ボックス25っていう商品なんですけど、僕のは、はいはい、とかの方がいいのかもしれないですね。そうね、うん、まあね、贅沢な部分ですけれども。そうですね。だからそこは難しいんですけど、うん、でもやっぱマットをしっかり食べれたからかなみたいなところと、はいはいはい、まあちょっとね、スペースの都合でこの2年前の産卵セットから、うん、っていうこの 1セットの1周しか追いかけれてないですけど、うんうん、今後ね、ちょっとスペースも広がるんで、なんかまたヘラクレスの産卵セットとか、それこそゾウカブトの産卵セットパターンとか、いやー、すごいやろね。なんかいろいろなパターンでやれたら楽しそうです ね、ワクワクしますね。いや、あとはまあ一旦この子たちのそうね羽化するときにまた動画にするんで、ぜひ、楽しみにしていただける方は、はい、何卒チャンネル登録をして待っててもらえたら嬉しいです。お願いします。そんな感じで今回の動画は以上になるんですけども、概要欄に僕が出させてもらってる飼育本だったり、平岡さんの YouTube チャンネルだったり、はい、もろもろ T シャツ販売してたりとか何かしらあるんで、そちらもぜひチェックお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。